とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も、マイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、古代狩り、5周、やっていきます。でね、なかなか出ない、ここ、ゲイル聖域の、出入り。出ないな。ここが出てきてくれれば、もう念願のね、これをエレメントのカバンの、パワー254か5が出てくるんだけどな。まあまあ、それも運なんだけど。早く来てほしいな。まあ、5周ね。いつも通り、古代狩り、行きましょう。どういうこと？エボーカーが出てきた。違うよ。違うっしょ？グリムガーディアンでしょ？いけ。いいね。今回は、これで来てます。爆破屋の、爆弾矢のやつだね。おお、やった、いきなりダイヤモンドの剣、いいね。1周目おしまーい。まあまあ1体出てきた分マシかな。え、ちょっと待って、してるよね。おお、してるしてる、幸運はつけてる。オッケー。いいのはないね。あのね、ダイナモと、毒の雲かがついてるのを探してるんだよね。ダイナモ毒の雲付きのハープクロスボウ、もしくは汚れたやつ、どっちかを探してます。あれ、ノーマル品しか出ないね。え、今日なんか運が悪いぞ。あー、いや、ツインボいらないな。恐怖、ダメダメ、全然ダメだわ。はい、次行きましょう。2周目おしまい。2周目ゼロか。まあよくあることだよね。おっと、2つ。まあ、ローブはよくない。達人、そもそもいらない。呪い、旋風がいらねえな。ダメ、全然ダメ。おお、来たね。いいよ。氷結。下が、微妙じゃない？いや、微妙だわ。やめとこう。いや、そうでもない？そうでもない？重力、いや、いらんいらん。いらない。お、ダメージ軽減。お、これは腐らないよ。お、クールダウン2の変更、デスバーター、ダメージ軽減。性能としては悪くないけども、平凡かな？ちょっと平凡な感じがするか？いや、いらないな、いらないな。シアナが、いらないでしょう。エンチャントの一番左側が微妙な気がする。やめときます。次、おお、いいよ。強行も出たよ。ツタのアーマーも出たぞ。どうだ。ポーション使った時に食べ物をスポーンする、これいらないんだな。いらないね。まあ、つけるとしたら勇者アーマーとかそこら辺につかないとあんまり意味がないと思う。生きたツタのアーマー、どうだ。魂の最大値上昇で、ポーションバリア。いや、残り2つが良くない。ダメ。お、フロストバイト。変更3。マルチロール。いやー、良くない。他がダメだな。ベノムグレイプ、鈍化2。良くないね。いりません。3周目いきまーす。おっと、来た。なんだっけ、ここ。死の魔法使い。あ、確かそうだ。死の魔法使いで。間違いないでしょう。よしよし。おーおー、そうかそうか。やたら出てくるんだった。あ、もう倒した。やっぱダイナモ爆弾強いね。破滅か。まあ、いらないけど、まあ、ユニークであって嬉しいな。
3周目おしまい。また1体か。3体ぐらい出てきてくれれば嬉しいんだけどね。おー、いいよいいよ。でもいらないんだよな、この2つ。ダイナモ無限リフレッシュ。おー、長弾もついてる。どうだろうな。いや、使いにくいかな。ちょっと使いにくい気はするんだよね。やめとこう。そうね、やめとこう。ここも、ソウル、流れ込む魂がついてるのね。でも、そもそもがボイドコール、そんな強いやつじゃないんだよな。次。太陽の愛、もちろんいらないんだよな。バトルローブいりませんね。いらない。バブルいらない。ムチもいらない。壊れたもいらない。チルゲール。チルゲールもな。いまいちなんだよね。いらない。いらない。あ、エンチャントとしては悪くないかな。まあ、黄金スキルがいまいちすぎる。全部いらないね。4周目だ。これは同じくのやつだね。死の魔法使い。いや、いいよ、いいいい、続いてくれれば構わないから。よっしゃ。おお、ちょっとダイナモが足りなかったか。オッケー。ノーマルの槍。どうだろう。なんか出ないような気がするな。4周目終わり。微妙。微妙。まあ、出ないよりはマシだけどね。でも微妙だわ。まあ、ここでいいのが出てくれれば問題ないよ。ノーマル品ばっかり。今日ユニークあんま出ない気がするな。来た、つた。このアクロバットとマルチロールっていうのは相性はいいんだよね。いや、いらないかな。いらないね。次。クマさん。あ、オオカミだった。クマに見えた。いや、いらないよ。いらない。全然ダメだわ。はい、ラスト。よし、いいよ。最後はなんかたくさん来そうな気がする。風ひげ。風ひげ別に何も出さんかったよね。なんか、めぼしいものあったっけ。おいおいって。よし、なになに、エメラルドか。エメラルドだったか。よーし、ほらほらほら、来たよ。2体目、来た。最後の最後はなかなか良さそう。あ、ちょっと待って。なんだ、全然ダメ。全然いいの出ない。調子悪いな。またか。また風ひげか。あ、いいよ、もう出ないよりはマシだ。しゃあ。なんでだ。違う、ノーマルだ。ノーマルだね。テンペスト。また風ひげか。風ひげ。1回に3体来たこと初めてだよ、これ。もう。登山装備？はいはい。わかりました。ありがとうございます。よし、おしまいです。最後は4回出てなかなかだったね。なかなかでした。商人はどうだ？ピンクスコーン取れる。めちゃくちゃ良くない？選べるよ。ダイナモとクールダウンショット選べる。オーバーチャージは、で、真ん中が、これも選べるじゃん。マルチショットと毒の雲あるから、これ選び放題。一番左はテンポセフトと、いや、これ、エンチャントとしてはもう最高だよね。ただ、
ピンクスコーンドレルか。どうなの？どうなの？まあ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 、これは絶対買いでしょ。20% 引き出して。はいはい、まあとりあえず、いいのは、売ってた。エンチャントが最高。いろんな選び方ができるやつだ。で、緑どうだ？悪くない。悪くはないぞ。おう、クールダウンとロールチャージ選べるし、毒フォーカスか。ああ、まあまあ、雷フォーカスにして、カバンビルドっていうのもあり、ポーションバリア。あ、これ、ああ、でもな、黄金スキルがな、ペット爆発が使えないよね。そもそもペット使わないからね。やめとこう。これはやめとこう。ツインボウ、いりません。ああ、緑ちょっと買いだったかな。いいや。いい、いい。いりません。ミステリー。ああ、いらないね。ミステリーもね、ワンチャンいいの、来そうなんだけどね。はい、スペルバウンド。おお、3つも、いいね。エンチャントは、いや、やめとこう。ブロードソード、スタンか。いや、エンチャント良くない。やめとこう。冬の指先。いや、いらない。いらない。はい。ということで、見ていきましょうか。最後結構出たからね。はい。2,4,6,7 個です。今日の収穫は7個。まあ悪くはない、いや、わ、うーん、最悪ではなかったね。ピンクストーンスコーンドレル、これは良かった。ちょっと今度使ってみよう。めちゃくちゃいい。登山装備、いりません。テンペストナイフ、これユニークになってるやつだね。いりません。槍、いらない。エメラルド装備、これもユニークになっちゃってるね。いらないね。バトルローブ、いらない。次、破滅のクロスボウ。お、マルチショット3。下が良くないね。下のエンチャントが全然全然ダメです。ダイヤモンドの剣、凶暴化、いや、エンチャントよろしくないね。いりません。はい。一個しか残らなかった。しかも購入したやつ。でもよかった。これは最高じゃない？エンチャントとしては、選び放題で、かなりいい感じだと思います。はい。今度、使ってみます。それでは、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。